VCT パシフィックのファンの皆さん、こんにちは。ゼータディビジョンで IGL をしているラズです。今日はどんなショットコールをしているかのお見せします。じゃあまずは RRQ 戦のロータスで5対9の時ストラテジーの話ですね。でラウンドは、ファーストとセカンドを取ってボーナスラウンドになります。で武器もかなりしょぼくて、でライフルが2本だけで、スペクターが1本、あとハンドガン2人で、普通にやってもほぼ勝ちは見込めないラウンドになります。まあ、でうちの作戦としては、C 側に3人置いて、まずは C メインのエリア戦争で、まあ、手前で、カウンター気味に当たる戦い方を選んでいます。まあ、ウェイ側来たらもう完全にテイクで、もう、B か C かどちらかに来てくれたら、手前で、もうサイトに入る前に相手のちょっと意表をついて、全員で戦うっていう戦略が取れる形をとっています。まあ、相手の構成的にも、スモークが1人で、バイパーがいない構成で、かつ2イニシエーター、ブリッジとスカイの2イニシエーターになってるので、まあ、エリアを取ってくる時のアクションがすごい分かりやすくって、かつちょっと切り返しがしづらい構成ではあるので、まあ、A が来たら、それもまた別の方法で対応できるっていうのを狙ってますね。で初動でプラウラを入れて B 前のチェックをしています。最速でプラウラを入れた理由なんですけど、 C メインにまっすぐ来てくれれば、まあ、割と分のいいネオンのスタンとブリッジのスタンで、かつオメもいるので分のいいファイトができるんですが、C メインと B メインを使って攻められた場合に、この C 組が挟まれ、ここの通路ですね、ここの通路を使って挟まれてしまう問題があるので、これを避けるために初動でフェードがプラウラを入れて、まあ、いるかいないのかのチェックをした。で敵がいたって状態です。で B に敵がいたのを見て、まあ、このまま B サイトに攻めてくる可能性があるんで、キルジョイがもう A 側を捨てて寄ってきて、ここの3人と B の2人でここの通路で挟み撃ちにできたらいいっていうのを狙って、一瞬寄ってきてっていうボールを出した記憶があります。で、まあ、挟み撃ちを構えてたんですが、そのまま B には来なくて、まあ、A を取り返しに行きましたね、相手が。でこれは、スカイの犬の音が聞こえたのかな、なんかこのスモークの、階段のスモークで、まあ、A に来たのが情報があった。でこの時にもう A が来たら、ロテートするんじゃなくて、まあ、詰め切って後ろを挟み込んでリテイクを狙うっていう形が結構強い構成、まあ、ネオンだったりブリーチだったり、エリア取りの集団戦において結構な火力がある構成ではあるので、まあ、それを狙って A が来たっていうのが情報が取れてから、一気にこの4人でフェードと、まあ、B の3人で一気に挟み込んで裏を回ったっていう感じですかね。でもそのまま、もう攻めの形のような感じで裏から4人でスキルをどんどん入れていって、この A の広場の攻防戦が始まるって感じです。はい、サイトの中をクリアするエリア組と、あと後ろを見とくそのアンカー組で分かれる必要があるんで、このプラントタイミングで裏回れば後ろの人数が少ないっていうのは結構読めるものなので、まあ綺麗にここの2人倒せて、まあ、1、2 トレードができて、この広場の攻防戦の時点でかなり有利な流れに持ってきました。で天がここで1人で耐えてるんですけど、まあ、この1、1トレードで1人倒せたっていうのはすごい大きかったかなと思います。であとが3対2のサイトの攻防戦で、スキルもちょっと残せてたんで、もうありったけのスキルを突っ込んで、相手はそのサイトのエントリーの時に結構使っちゃったんで、スキルが残ってる3人組 VS スキルなしの2人でラウンドを取り切ったって感じですかね。ショッツコールド見ていただきありがとうございました。VCT パシフィックの今後の試合もお楽しみに。